がっしりしていて、毛色は黄褐色に黒いリング状の斑紋があるのが特徴です。森林地帯に生息していますが、泳ぐことが得意なので、森林の中でも水辺を好んで生活しています。南アメリカの森林では、食物連鎖の頂点に君臨しています。 名前から大きいと思われがちですが、実はカラスと同じくらいの大きさです。背中側の羽が青っぽいので、アオサカがなまって、オオタカになったと言われています。また、視力は人の7倍くらいよく、数キロ先の獲物も捕らえることができます。